盆昇。盆昇は、東アジアの寺院などで使用される仏教法具としての釣り鐘。種目で、銅、月、鳴らし、重く余韻のある響きが特徴。一般には、除夜の鐘で知られる。盆は、盆後、サンスクリットのブラフマー、神聖、聖常を翻訳したものである。作られた国によって、中国省、朝鮮省、高麗省、白木省、 和将、日本将と呼ばれる。別名に、大金、高将、大金、高将、鎌野郎、朗ク鯨ラ玄衣将、巨芸、花鯨、影井などがある。法要など、仏寺の予礼としてうつくという仏教の重要な役割を果たす。朝夕の時報、行商業使用、倉将、昆賞にも用いられる。ただし、 盆鐘は単に時報として使われたものではなく、その響きを聞くものは、一切の苦から逃れ、悟りに至る苦毒があるとされる。こうした盆鐘の苦毒については、多くの金の命に記されている。制銅性が多いが、小型のものには稀に鉄性もある。小型のもの、一節には直径一尺七寸以下は、半栓、干栓、都の栓といい、高い音で、用途も、 仏事以外に火事などの警報目的でも使われる。響きを良くするために、鋳造の際、指輪金曜日を入れることがあると言われ、江戸時代には小判をい込んだ例や、寄進された缶ざしなどをい込んだ例もある。雅楽と金の関係を記す文献もある。仏教はインドに起源を持ち、アジア各地に広まった宗教であるが、盆栓に関してはその姿をインドに求めることは困難であり、 中国古代の青銅器にその源流が求められる。陰、州時代から制作されている、変章、変子用という青銅器が、盆章の源流と推定されているが、この、金は、全体に小型で、その断面形状は、後世の盆章のような円形ではなく、ニン形、アーモンド形である。中国製の盆章の古例としては、奈良国立博物館所蔵の陳の太し立て7年。 575年の名を持つ作品がある。この太盾7年名称は、断面が円形であること、縦横の帯で金身を区切ること、金身を懸垂するフックの部分を流進とすること、銅座をレンゲ文とすることなどが、後世の日本の盆章と共通しており、その姿と目される。ただし、父と呼ばれる、突起状の装飾をつけない点は、日本の盆章と異なっている。 本鐘の日本へのトライについては、日本初期に、大友の茂彦が562年、高ウクから日本に持ち帰った後の記録が残っているが、現存遺品でこの時代にまで遡るものはない。京都、妙神寺の本鐘国宝は、内面に母実年、698年築前、かすや表、現在の福岡市東区かつくりうの名があり、制作年代と制作地の明らかな、 日本製の文章としては、最古のものとされている。この文章は、政作年代と、文様から、福岡県太宰府市の関税恩寺章と兄弟章とする、説がある。高麗時代以前の朝鮮章は、朝鮮半島の他日本にも多数伝来し、福井県上宮神社の鐘が、年代の明らかなものとしては、最古、東の大和七年八百三十三年とされている。 日本の盆章は中国の様式を習ったものが大半で、朝鮮省を習ったものはごく例外的なものとされている。日本では第二次世界大戦時に出された金属類回収令により文化財に指定されているものなど一部の例外を除き、数多くの盆章が供出され、逸つぶされた。これにより、近代や近世以前に鋳造された金の多くが溶解され、 日本の金の9割以上が第二次世界大戦時に失われたという。最近では特に都市部で盆鐘の音を騒音と捉えた、人から寺や警察に盆鐘をつくことをやめる浴場が来ることが増え、月種がいない寺が増えていることもあって、除夜の金も含めて盆鐘をつく寺が減ってきている。和尚の場合、金身は上帯、中退。 下帯と称される三本の横帯で水平方向に、区切られるとともに、垂直方向にも縦帯と称される帯で区切られる。縦帯は、通常四本で、金身を縦に四分割する。金星の金には五本の縦帯を持つものもある。上帯と中帯の間の空間は、上部を、父の間、地の間、下部を、池の間と称する。父の間には、父と称する。 突起状の装飾を並べる。池の間は、無紋の場合もあるが、ここに名文を入れ、または国でしたり、天神像、仏像などの具象的な図柄を表す場合もある。中体とした帯との間のスペースは、草の間と呼ばれる。金身の種目が当たる位置には、通常2箇所の銅座、月座が対照的位置に設けられる、稀に4箇所に銅座を設ける例もある。銅座の装飾は、 伝下文とするのが原則である。和章の基本的形状は奈良時代から江戸時代まで変わりがないが細部には時代色が現れている。盆章の時代を判別する大きなポイントの一つは銅座と四銅との一致関係である。奈良時代から平安時代前期の金では二つの銅座を結ぶ線と四銅の長軸線とは原則として直行している。すなわち、 金の揺れる方向と四道の長軸線とは直交する。これに対し、平安時代後期以降の金においては、四道の取り付き方が変化しており、二つの銅座を結ぶ、線と四道の長軸線とは原則として、同一方向である。すなわち、金の揺れる方向と四道の長軸線とは、一致している、若干の例外はある。また、奈良時代から平安時代前期の金では、 銅座の位置が高く、金見の中央に近い位置にあるのに対し、平安時代末期以降の金では、銅座の位置が下がる傾向がある。盆昇研究家の坪井良平は、以下の十六口を、奈良時代将としている。主郎、小郎、主郎は金、鳥、銅、金付き銅、釣り金銅とも呼ばれ、盆昇を設置してつく、専用の建造物である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。